全国麻雀ファンの皆様こんにちは。ただいまよりフォーカス M シーズン9 136回戦の模様をお届けしたいと思います。司会実況私畑たつきです。どうぞよろしくお願いいたします。そして解説は岡崎亮太プロにお越しいただきました。岡崎プロどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。それでは対局場の準備ができているようです。フォーカス M シーズン9 136回戦投牌の開始です。なおルールは一発裏ドラのある M リーグルール、70分プラス1局の時間打ち切りで行われます。改めて並びはちいちゃから宮内、なんちゃにおさむら、ちゃーちゃに猿川、ペーちゃに久里の順番となります。そして当院局ドラがローマンとなります。並びはさっきと一緒ですね。全くの一緒ですね、はい、うん。さあ改めて岡崎プロどうぞよろしくお願いいたします。よしよしすあ、ちょっとだけ変わってますか。いや変わってないですね。変わ、なんちゃシャーチャが変わってる。なんちゃシャーチャが変わったらしいです。はい、大変失礼いたしました。はい、さあローマンね、ドラが一つここにあって、はい、こちらがね、ハツとシャーという、ピンズがちょっと増えましたね。見たいですね。見たいですね。前ちょっと遠いか。はい。さあハツ1枚目泣いていくかどうか。さあ一歩前進。二シャンテンは取らず。取らず。先ほどここチーピンが統一になりました。3統一、これで4統一か、どうするか。この初するかどうか。1枚目したしましたってことは G1 ですか。 G1 です。 G1 これはデジタルの申しが本一を選択と。はい、うん、じゃあポン、これもポン、もちろんポン。もうこれはもう皮がゴリゴリの本一ですね。まあこういうのはいいんですよ、遠いんで、はい、遠い時はまあちょっと遅く見せるのが、はい、まあ、いいかなと思います。まあ、要は絞らせたりするということですか、自敗とかを。はい、いい形となっていいシャンテン。いいです、ね、これいいな。ドラに赤がくっつきましたよ。けどいいシャンテンは取らない。あ、いいシャンテンないかまだ。はい、ここがね、ここがいいシャンテンですね、久里が。お、チーソー切った。これは刺し子をね、刺し子っすね、見ていくという。あ、あ痛いな、これ。これ、けどやっぱこれ、やっぱほら、チーピンをちょっと切らせないというか。そうですよね。そうそうそう、先ほどおっしゃった通りの、これを。そうそうそう。対応させるということですね。これは難しいんだよな。けどほら、チーピンってもうほら、大体泣かれそうじゃないですか。泣かれ、大体泣かれそう。受け入れね。はい。嫌じゃないですか。尺じゃないですか、ペンチーピン。確かに。これはもうチーピンっすか。これチーピンっすか。こうなるよ、チーピン。はい、これチーピン出ました。パーピン、キューピンとかもありですか。いや、ないだ、ないですね。ドラ切りました、ローマン。パーピン、キューピンのはな、ありじゃないっす。ありじゃないですね。はい。広さが違う。え、てかもうパーピン、キューピン流れ込んで、うまい、うまい、うまい。そう、関数層、関数層でリーチとなりました。関数層は3枚か。結構います、これ。さあローピン3枚、ローピン、これは久里があんこにしてリーチをかけた。はい、9ピン、ゴリゴリいってますね。いってますね。これはもう宮井さんやる気あるなと、はい、周りから見ても分かりますよね。ですね。逆にそれを見てお侍がちょっとね、どうなるか。パーフェクトいきましたね。いきました。トンもチューも通ってないですよね。はい、さあトンは久里に2枚ある。はい、数層3枚どうだ、いるか。よー、わー、横だ。びっくりしましたね。いや、今の行ったかと思いました、ね。はい、中の一本ちょっと見えなかったですね。チーピンか、どうするか。おさまさんには通ってる。通ってますね。パーピンは、あの、ちさおさんの現物はローピンがね、その後の切るローピンがちょっときつい範囲なんですよね。ですね。あ、さあ、これはチーソー現物と。ちょっと、あれ、うっぱさが薄くなったんですね、4枚目で。はい。お、中華さった。うわー、ションパイのトン行った。いいじゃんって。これも行くぞと。そうっすね。うん。さあ、関数3枚。吐く。あー、痛すぎる。痛いね。でもこれはスチワもなんもないの。あー、これチーピンですか。チーピンですか。3ピン3どうか。さあ9ピンはね、取った。3ピンした、はい、これでサブロピンはあんまりないから、ないでしょと。ですね。ね、宣言場合2ピンだから。そしてこれで一応数字にはなりましたね。ローピンない。ローピンないんです。ここにローピン3枚。あー、横。そしてローピンはありません。うん。で、シャンポン変化だ。そうですね。もう。シャーポンしてる。はい。関心はもちろんしない。打点は十分。ただ、貫ローピンはない。貫ローピン。あー、また横。どういうことですか、これ。3枚いるんですよ。3
3枚強いな、うん、さあおさむら0枚、あーこれは通ってる。そして久渡は3枚、おさむさんも降りれないだろうな、うん、もうさすがに完遂日になったら3枚あったんですよね。ですね、そうですね、難しい。こういう時数ピンの方を引いてきてしまうパターンありますよね、自分で。あるあります。さあただ関数層は3枚、うん、いない、全然いないですね。誰も持ってこないですね。持ってこないですね。はい、皆さんちょっと手詰まり気味ですねこれ。自敗、まあ白は切れましたがその後ね、いやけどその後手出し入ってるんで2回ぐらい、うん、2回か、1回か。想図はイーソーがリャンゾー3枚切れてる。あ、ワンチャンスいったか。いやワンチャンスいきましたか。なんか白の方がなんか、うん、うん、いや白切ったとまた手詰まっちゃうか。あ、これ数数なくなった。さあこれです。あ、そうそう、1枚減った。はい、さあ白切れた、ね、うん、これで白か。イーソーも白もいける。ローピンはない。さあ数数残り2枚。135回戦はね、久渡がね気持ち上がりなかった、うん、上がりがなかったのか、失礼しました。はい、なかったっす。あー、ここ減った。なんでも1枚いる。あー、やっぱスーピン来たか。これはちょっとどうしましょう。E ピンは今切れた牌となりますが、 E ピンを切ったらもう店じまい。店じまいです。はい、ただローピンがねないことはわからないですから。あ、これはいいピンだ。これはいいピンを選択。現状転敗してるのは久渡1人。数1枚いるよ。いるよ。1枚。どう1ローマン。ドラだ。さあ、これで現状1人転敗と。うん。はい。さあ、これで1人転敗となりました。うん。久渡の2000点加点と。ということで、トン2曲終了いたしまして、トン2曲、おさむらの親番、一本馬、京卓に1000点、ドラがパーソー。ピンズ、さあ、メンツはなしですね。ピンズ一気通過目指すかどうか。うん、さあ、大吉もで一メンツ完成。サルカは2メンツありますね。あ、いいんじゃないですね。ここも2メンツ。ドラパーソー、ドラメンツ完成。はい。で、ジャントンも見えましたか。おさむさんも悪くないですね。ですね、はい、さあ、二差しを見ていくか。それか、おさむ2メンツ。はい、じゃあおさむ2メンツとですね。みやさんちょっと一人苦しいですね。まだ自敗が多いか。これでシンプルに早々切るか。さあ、シンプルに行きました。ああ、いいですね。吐く切って目いっぱい。はい、目いっぱいですね。これでもうすでに、まあ、7、8、9とかも結構ありますよね、久渡さんってね。ロー1とか9、1とか引いてきたらね。確かそうですね。一応3色もね、遠くには見えますが、9、1引いてきたら3色にもなる。これ、6、9、1のリーチとか面白いですね。いいですね。はい。テンポシンプルにいった。これはもうシンプルに。はい、これはリャンウーマンの街となります。ドラも1枚あります。リーチ、ピンフドラ。うん、リャンワンここに2枚と、うんうん、さあそしてここにも1枚、リャンワンは残り1枚。ただウーマンがね4枚もろもろありますね。ゴヤマ、ゴヤマ一発あるぞ。ゴヤマ横だ、今日は横だ。これちょっとゴヤマ積もれなかったらちょっとやばいっすね。ちょっと雰囲気やばいですね。やばいっすね。でもさすがにゴヤマですよ。いや健全流局あると思いますけどね、うん、はい。さあ6巡が終了した。あー1個減った。4山なんだ。3番か。チンピン現物、うん、現状4山。さあ赤を持ってきた猿川。4山さすがにね。さすがにですよ。さあ各社にもまだね1枚しか。おさむちゃんこれちょっと押し返せる形になりましたね。まだリャンシャン店なんですけど。はい、さあ赤を持ってきた。赤ウーアンではない。さあこちらですね、先ほどおっしゃったおさむらの手急走。
これだから通ってる部屋ないんじゃないかな。いやそうですね、ソーズはいい層しか切れていません。マンザー、スーマンだけ。目つぶっていきますか、急走。さあスーピン、スーピン、うん、ちょっとスーピンは通りそう。まあ、1ピン通ってていいスーピンだけって感じですね、はい、であと2枚持ってるんで、うん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 、2回いけると。さあスーマン、スーマンチー、お、チーした。うん、宮内泣いていきました。さあ宮内はイーシャンテン、うん、うん、さあまだ積もれない。 G1 は筋、 G1 は筋、 筋ただ宮内はね、あ、馬減りましたよ、3枚。うん、ちょっと雲行きが怪しくなって、怪しくなってきましたね。リャンは1枚、ウーマンが2枚とパーソー、あ、ドラパーソーいける。これ宮内ドラパーソーいけますね、これで。パーワン取ってないけど、うん、あら、だスッと切りましたね。さあ悩むことなくスッと切っていきました。宮内さんじゃあ宝珠はないですね、現状ですね、はい、うん、ウーマン引いてもパーワン切り、リャンワン引いても OK と。原川さんいいシャンテンなんですよ。はい、もう、あ、いやもうそれはもう枚数いますから、ね、はい、からね、はい、リーチピンフツもドライ1300-2600ですかよの一本場、はい、の一本場1400-2700の上がりとなりました。さあ久人がこれでね、この2回戦で初上がりと、うん、うん、いうことで、ここからグイグイですか。グイグイね、はい。さあそしてですよ、トン三脚、親は猿川、ドラがイーマン、イーマン1枚、ペイと初統一、うん、ちゃんたっぽいですか。そうっすね、はい、あ、いいっすね、宮内いいぞ、ここも悪くはないけどメンツはないか。1、2、3、4、5、6、7、8、9種ですか。9種11杯と、何を持ってくるかによる。まあでも3枚切れた箱持ってますからね、可能性は、うん、まあそうですね、ちゃんと3色券するか本一か、はい、国士か、うん、さあここで何を持ってくる。あ、うん、ちゃんと券しましたね、はい、はい、泣いてもよしと。ただ宮内いいですね、早そう、いいですね、はい、パーソーね、あ、あれか、あ、ごめんなさい、あ、いいとこ引いた、あ、いいとこ引きましたね、ですね、皆さんここね、パーソー切ってローソー、カンチーソンとあつね、払ってね、はい、チーワン残してますよね、ですね、このチーワン、ただ持ってきたのはスーワンですね、ローワン入るかどうか、うん、ここにローワンが入った。さあ、いいシャンテンではありますか。あ、いい、あ、いい、最高ですね、これは最高のとこにいた。ナイス、中和残し、はい。さあ、これも選択だ。ゴロチがちょっとあるとですね。ただローピンがね、2枚切れ、2枚切れ、うん、でもパワー、はい、パワー一旦ね、一旦どっちもいけるようにと、ね、これは一旦ね、一旦なん、はい、一旦なんと、はい、パワーシンプル、うん、さあ、久人もいいシャンテン、ペンチーソーリーチ行きますね。行きますか、はい、うわ、行きますか。おさまさん、いいシャンテン、半ローピン2枚切れちょっと不満だけど、わー、ローワン重なった、これで4と1となった、どっち、本1も見えてきましたね、はい、E1 にくっついて、ふん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 、あー、最高。さあ、天杯一番乗りは宮内、いい数層の町、ただ数層薄かったですよね、数層薄い、あー、数層もうすでに、3枚持たれている、いい層がけど1枚か、じゃあ3枚残り、はい、数、うん、数層が1枚、いい層が3枚残ってるから、うん、4枚か、はい、合計は4枚と、ああ、これも転売、さあ、いい層、いや、そりゃそうです、そりゃそうですか、そりゃそうですか、さあ、小さな残り2枚、てか、いい数層危なかったっすけど、ね、危なかったっすね、よくこれ、ヤンズ引きましたね、はい、出方次第で、入り方次第で危なかった、さあ、ただ、小さな2枚いるぞ、十分。これ猿川さんもね、ちょっとね、押し返したい形では、うん、ですね、初頑固になって、まあこの初出してった、はい、3人もいるぞ、あ、横だ、また横だ、さあ、いい数層、いやこれちょっと勝ったら、はい、魔王タイム、魔王召喚、召喚ですか、いい層1枚、はい、1枚減りました、3対 2? そうですね、いい層が2枚、数層が1枚の3対2と、うそー、セーフ、セーフです、あ、セーフ、
すげえと、すげえすり抜き方してくる。そうですね。でイースチーソーですね、内容はね。ですね、はい、はい、かりました。今回のテーマは、いや、サルカこれきついか。うん、嫌ですね、宮内がチーソーを持ってきたら。いやですね、ちょっと嫌だな、それは。チーソーがこれノーチャンスになったんですよね。はい、まあまあ、ね、ローソーがね、4枚見え。そう、いないぞ。あ、イーソー減った。あれ、2対 2? これ、久保さん、勝ちそうだな。勝ちそうですか。チーソーどうだ。うん、パーマン。あれね、こういうの勝って勝つんだよね、ほんとね。勝つ男だと。なんでなんですかね。まあ、なんでなんですかね。ただこれね、ローソーがね、もう4枚切れて、いい街っていうのもありますよね。まあ負ける、まあ周りから打たれることはないですからね、ですね、引き合いですね、ここは。イソーさんがじゃ誰か、あー、これでイソーが、なんてこった、チーソーの方が多いぞ。これはもうまずいでしょ。2対1、これはもうまずい、まずい、これはまずい。さあ残り2巡、あー、いない、いやー、嘘だろ、スーソーなくなったぞ、これチーソーしかないもん。嘘だろ、4対ね、うん、2とか5対、あー、うわー、なんでこれ。さあチーソーが上がりとなりました。さあリーチドラ、リーチドラですが、リーチドラです、ね、強いぞ、リーチドラ2600点上がり。なんで勝ったんだ。ちょっと畑さんなんか勝負しとけばよかったですね。かけてね、かけてダメです、かけちゃダメです、はい、さあそしてさあその親番となりましたドラパーピン、いやすごいな、うわ、でもいいぞ王様ら、うん、これはいい、ドラが使えてて9万あんこの白統一、うん、サルカモンピンゾ多い、うん、3、4、5などなど見えてくるか、うんうんうん、魔王タイムってことですか、ですね、始まりましたが、ただ 手はね、ちょっと手はダメ、はい、ただこれを仕上げたら魔王ね、すごい、これきついっすね、魔王魔王の手はきついですか、だいぶきついっすね、はい、さあこちらの手、うん、白はこれお侍に泣かれる牌、おさむさんがいいのか、けどローソー切ったからちょっとちゃんと切るんですかね、はいはいはい、ただこれでまあいい、あ、ハグ泣かず、泣かずでしたね、まあまあまあ、まあ、うん、泣いてもなんかその形も悪いしみたいな、うん、ドラ1枚しかないし、はい、これ2枚目、はい、これ泣かず、泣かず、うん、さあピンズの方とかでね、いい形になれば一気通貫とかもありますよね、はい、うん、うん、これは一気通貫ではなく地は残しました、さあこの手ですね、一応2差しがね見えそうか、うんうん、あ、皆さんいいチャンテンス、いいですね、いいとこ入りました、換算音入りました、さあこの急走は残さない、うん、うん、2差し、さあこちらはいいシャンテン、これパワーワンですかね、ローソーのくっつきもねあるんでね、はい、宮吉さんがいいな、いいですね、どうしたサルガーさん、一番、サルガーはね、先ほどからちょっとね手がね遅そうというか、う、仕上がってないところ、きた、きた、あー違う、パーピンドラ、パーピンにくっつけたいけど、さあお侍一番乗りですよ、おー、ペンサンゾーいった、さあペンサンゾーのリーチが入りました、なんと3枚残ってる、うん、やっぱ白泣かずね、そうです ねだリーチドライチでもほらこれ裏とか乗ったらもう全然ね、確かに2000点だったのがもう泣いたら2000点止まりだけどってことですよね、はい、であとはあれが自分でローソー切ってるのか、ね、自分でローソー切って、うん、あーサルカさん3ピン抜いている、これサルカさんそっか、うん、うん、いや、うんじゃないですね、うん、リャマが、はい、はい、さあリャマあんこになりました、3ゾ3枚、サンゾまだ3枚いますよ、はでかいな、あー、ウマンときた、サオさんもなんかちょっとね、リャンシャンテンまで来ましたか、あ、チーピンいった、そう、ペンチーピンいきましたね、チーピン表示牌、チーピン1枚、うん、1枚1枚だけどね、
1枚あればですよ。1枚あれそうですね。麻雀は1枚あればいいんですけど、うわ泣いた、泣きましたよ。ってことはもうこれいきますと。はい、最後まで5号と。最後までで5号かわからない。あー、ドラちょっと怖いけど数字になってはいる。さあ、ペンさんぞまだ3枚か。3枚残っていて、チーピンが残り1枚。まあ、3対1だから全然わかんないし。あー、いいそう。いいそうね。タイヤオンにしてるので、いいそうは切りたい。これ、シャンゾー危ない？ちょっと。何切る？スーワン行った。スーワン行きましたね。スーワンって全く通ってないですよね。あ、このね、ウーピンの鳴きでチーピンが流れた。流れた。そして当たりとなりました。リーチドラ1。リーチドラドラドラ。失礼しました。リーチ赤ドラとなってる5200。いやー、上がれたか。上がれたか。2連続ペンチーで上がりましたね。確かに。はい、さあ、そして宮内の親番となります。何曲？1枚あればいいんですよ。1枚あればいいんですか。うわ、宮内ちょっと手がちょっときつそうか、これ。沢村さんきついね、今のは、ね、今の嫌ですね、ラスト1枚。うん、3枚ありますからね。あ、猿川さんいいですよ。手的には猿川が一番良さそうか。うん、あ、でもこっちもちゃんと3色。はい、うん、トマ切った。はい、一は4と言ってた。うん、さあ、魔王タイムとはいかずでしたが、現状3万7000点でトップは久里。うん、うん、あ、いいとこ、うん、いいとこ引きました。さあ、これで統一がまた増えた。うん、マンズも増えた、ね、はい。うん、どうする。さあ、嘘の口、白を切っていった。白はションパイだった。うん、あ、カンパス入りましたよ。ただいらない。うん、うん、1、2、3ではなく数万の方が入った。さあさあさあ、日通貫のイーシャンテンではありますが、さあ、これね、3ピンと、カンパーピン、ペン3ピンとカンパーピン、もちろん想像周りが入ればね。そうっすね、はい。あの、ウーアンね、しごろかったんですけど、やっぱ志尊さん捨て牌がちょっと高いってことで、はい、はい、でこれでどうしましょう。キューピンにした。うん、キューピンの方切っていきました。さあ、前進だ。うん、うん、チーマンゴロチがある。ゴロチがね、でもウーマン切ってるんですよね。うん、でもあのウーマンの残し難しいですよね。難しい、あの状態での。はい、あ、いいとこ入ったな、俺。パーソですか？パーソ。ほう、何切らず。はい。イーマン入ってもウーマン入ってもよしと。そうっすね。はい。一二三ってことか。うん。やだな、これウーマン入ってリーチかかっな、パーマン。あ、闇点。闇点、ね。はい、カンチーワンの町とはなりましたが、役はありません。うん、満足きた。これが欲しかったですね、こっち。あ、これこれね、ちょっとそのラス1ウーアン、はい、ヒサトがイーマンだけね、一番左にポツンとマンズでいるんですよ。これがどうなるか。でもマンズの本一ですからね。あ、こっちもテンパった。うーん、まあ、行くは行く。はい、サブロッソ、サブロッソ対イースーチーワン。イーワンが高めの宮内、サブロッソはあんまりなさそうだな。これで E1 も出ない形となってきたか。イースチーワンはいい街だね。はい。さ、サブロッソはちょっと薄めか。わかんないっす。はい、残像が現状3枚ね、持たれて残り1枚と。ロッソが2枚かな。はい。うん、イースチーワン対サブロッソちょっと薄い。ロッソ2枚っすよね。うん、あ、イーワン、イースチーワンちょっと薄くなってきた。でもイーワンが2枚いるんですよね、高いところの。いや、おっさむさんが今統一になったんですよ。あ、失礼しました。E1 が1枚か。E1 1枚。スーワンが？スーワンない。はい、チーワンも1枚。見た、2枚か。イースチーワン。ですね、この3面ちゃんで。3枚しましょう。はい。三蔵がまた。またこれいい戦いじゃないですか。うわ、これどうでしょう。まあ一旦泣いて完了まで泣く。で泣きますか。うん、はい。さあ、チューンは今切れてる。はい。はい、
スーピンが勝負牌か。スーピン、チーピンを切ってのリーチでしたよね。確かね。あ、そうですね。アルカーが、はい。うわ、いないな。お、あ、イーマンここに来た。これはけど。どうする。まあ、スーピン。あ、イーマン行ったか。このイーマンが宮内の高めの当たりとなりました。リーチピンフ3色。そしてドラ。リーチピング3色ドラ8000点、失礼しました、親か、1万2000点の上がりとなりました。これね、さあ宮内の上がりとなりまして、内局続きます。内局一本場ドラチーピン、いい手順でしたね。ですね、あのカンウーマン最後に入れてね。確かに、はい、1アンコウ2トイツ、あ、いいですね、いいスーピン入れてグッと。こちらはちゃんたですか。ちゃんた3色まで見るかどうか。うん、一メンツ。うん。おいい、おさむらがいい。さあ、ここもサルカもいいチーソー、ペンチーソー入れましたが、うん、おさむらが早すぎますね、これはね。そうですね。宮内さん、結構これはいいですね。はい、これでジャントも固定できるかどうかするか。さしていきました。そのさ、万眼球にしたいですけどね。ですね。さあ現状お侍15,100点と現状は4着になっている。うんうん、さあ宮城白重ねた。宮内はなんか白泣きそうな気がするんですけど、どうですか？泣きそうですね。はい、形あんま良くないし。どうだ、天敗はまだせず。さあ今の1万2000の、ね、直撃で久里が2着に落ちたとです、ね、はい、宮内3万7200点のトップ。さあ一応ゴロッチも少し残したか、まあ、ドラのチーピンですからね。はい、あのチーピン使いたいですね。使いたいっすね。うーん、ああそんな使い方ですか。さあこれは優秀な使い方。ヤンゾーがね、宮内さんから出ておかしくない。この白はどうでしょうか。これ泣きましたら、じゃあイーソーリャンゾーですかね。ですか。さあリャンゾーが次に出るか。次に出そう。うん、そしたらスーチ、うん、スチーソー、そしたらスチーソー。でもスーソーがね、もう全然なく、チーソーも薄い、2枚、1枚か、これでこれでリャンゾーだ。チーソーがじゃあ2枚ね。さあそして宮内がね、トイトイまでいけるかどうかですね。はい、ドラがチーピンですから、チーソー止まんないですね、これ止まんない。はい、宮内さんは、さあただ宮内スーソーだけ缶ができると。あ、そうかそうか、スーソーが、そうかそうか、アンコなのか。チーソーは無理ですね。チーソー無理、チーソー残り1枚、残り、これは両面にした、うん、両面にしましたか。はい、うん、Q1 が1枚切れたんで、はい、はい、宮内が一番欲しいのはチーピンですか。チーピンは残り1枚と、パーピンはまだ2枚いる。白缶、さあ白缶できましたよ。さあこのルールではシンドル、うわー、パーピン自分で乗せたぞ。うわ、テンパイ、テンパイですよ。パーピンと Q1、 パーピンと Q1 ですよ。パーピン2枚いますよ。 Q1 1枚、いや Q1 はない。あー失礼しました。急は危ない、ちょっと、あ、これ出なかったか。はい、パーピン2枚、パーピン2枚います。おー、これ上がりそうだな。あー、チーソーラスト1枚なんですよ。このチーソーは噛んできるからね。で、そう、チーソーだけはダメなんですよ。さあこれがおさむらの上がりとなりました。あー、これ、いやー、連チャンさせないぞと。3900、4200の上がり、いや、万眼数、あ、ま、はい、失礼しました。8300の上がりでした。大変失礼いたしました。これまた分かんなくなりましたね。うーん、そうか、ドラドラ赤でしたね。大変失礼いたしました。いやー、今の上がったかと思いましたよね。ですよね、パーピン積もって4000ホールだと思ったんです。そうそう、シンドラに乗せてね。そうです、そうですね、まさかまさかのラス1。さあそしてお侍の親番となりました。ドラがリャンワン、白を重ねました。うん、ここに猿川さんは、そうですね、あ、リャン、ドラ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 です。佐々木佐都、はい、単野桶ですか。はい、これでちょっと分からなくなりました。現在全員、いや、皆さん全員集合じゃないですか、ね、これも、はい、全員3万点以下と。あ、いいとこ、いいとこ引きましたよ。
これでまた接戦ですね。うん、おさむら先ほど白をあんこにしました。はい、もう一個なんか引きたいですね。あ、お、いいとこイーシャンテン。さあ現状一番乗りイーシャンテンは、あ、でもここも引きましたよ。久保さんは泣くかどうかですね、はい、数層チーソーあたりは。これね、これさあ、これはリャンピンを選択と。はい、何を持ってくる。あ、もうこれで一回パスを。はい、はい、ドラのリャンワンは1枚、残り1枚残ってますね。三蔵は1枚。はい、はい、ただまだ形も変わりそうか。チーピンにね、ローピンあたり、はい、ああこれ天敗、天敗だ。三蔵が1枚とリャンワンが1枚、はい、1枚ずつか。うん、ただ数層引いて、数層3枚残ってる。数層、いや、数層振り点なんですよ。失礼いたしました。まあけど振り点リースするかもしれないですけど。ありますか。パーソーが振り点だった。ああけどじゃあ、ありますか、やんないか。リャンゾー引いたらね、いいっす。ああ、完結だ。これが一番いい。さあ、タイヤを打つモドラさん、2004戦、これが一番いいですよね。ちょっとリーチだったかと思ってるかもしれないですね。思ってますか。まあ、この点数上位決勝渋いですよね。渋いですよ。でもこれでこの2004戦つもり1着ですからね、現状ね。トップね、トップになりました。ただね、まだ全然安泰じゃないんですよね。うーん、現状南三局とドラが、チーソー、ドラチーソーの親は猿川。何ですこれ、北信模様だって。これは辛いぞ。うわー、いい、眩しい、いいいいいい、悪い。うん、ペーチャでシャーが統一。猿川さんがなんか泣ければって感じですかね。ですね。どんだけ日頃も一応見えるか。うん。設楽さん普通に進めてますね。はい。うわー、ローソーか。失礼しました。小さそうだと思っちゃった。うん。さあ、設楽さん、これをどう進めていくか。ですね。宮内さんがね、うん、ああ、ちょっといいピン切っちゃったから。はい。ちょっといいピン切りがなんかあだとならなければいいですけどですね。これ両ピンのね、良さそうなんで。ああ、あれ預言者の方ですか。ちょっとね。でもありますよね、こういうのね。あるけど、まあペーでもシンプルに良かったかもしれないですけどね。はい、ただいい数ピンがすでにいいピン3枚、数ピン2枚も見えてると。ただ各社他の手にはないのでどうなる。何泣けました。さあ、これ数ピンが薄いですけどもどうするか。まあまあ普通にシンプルに、はい、ポリスオリ、あ、チー、ほ、初バック、チー、初バック。さあ、初バックと。初は長村さんは持ってないか。持ってる、持ってますよ。1枚残り1枚、長村さんが出ないでしょうからね。うん、この手から。ただ789が見えた。おお、あ、本当だ。あ、いいワンポン。さあ、猿川ないって言ってきまして、うん、イーシャンテン。おさむさんからしてもね、猿川さんにちょっと上がってもらうっていう手もあるんですけど、はい、軽い手なら。いや、あの宮内が今イーシャンテンになったんですよ、ね、ただイースーピンがね、チーソーでテンパってたかもしれないってことですね。そうですね。あ、これチーだ。さあ、これでテンパイどっち取る。789で泣いてるからカーンウーアンにした。おお、うん、このね、この789で久保さん泣いてるですね。はい、はい、馬は出てくる。ウーアンは出てくるというか、まあ、そのマンズの下目あたりは持ってる。はい、さあ、これどう、うん、リャンワン切りか。イースーピン自分で引ければ最高だがどうか。イースーピンはでもただまだ残った。スーピン1枚1枚は残っている。ああ、スーピン1枚だった。これどうする。いや、もうこれはもう、あ、うん、あーけどさ、スーピンが、スーピン1枚、残り1枚まだ。あ、E ピンなかったですけど、ね、E ピンもう終わっちゃいました。いや、 E ピンがなかったから、はい、あのリャンピン切りもあるんですけどね。うん、宮下のやつ。さあ、久保もこれでイーシャンテンと、はい、あ、ただこれでね、3、まあ、いやいやいや、無理か。これ数層で上がる未来があったかもしれない、ね、知れないですね、はい、さあ、現状テンパイはサルカのカンウピン。カンウマンは、あ、カンウマン、失礼しました。カンウマン2枚か。はい、まだ残っております。はい、宮内の手にこちら2枚赤と普通の馬がのありますね。さあ、どうする。3ピンとかはローソー。3ピンは重ねやすい、重ねたい牌ですね。数ピンが3枚見えている。チーソー引きました。数ソー、さあ、重なるかどうか。なん、さあ、なお泣かれた。はい、
うん、ただ初はまだ1枚いるか。リャンワンどうしますか。つもぎりです、ね、はい、つもぎりました。チーピン、チーピンか。さあチーピン、これも切っていった。転売できるか、宮内どうだ。どう見えるんですかね、猿川さんの。何待ちなんだって感じですよね。最終台しかパワーワンなんで。ですよね。もうやっぱその辺の、もちろんスッチーワン、いやもう6球ワンとか、やっぱ9ワンシャンパンとかもやっぱ嫌ですよね。はい、初ションパイか、これ。そうですね。あ、これシャオさん泣きたいな、はい、これで山から初がなくなりました。うん、何を起きるか。3品もね出てない。これ論争か、ね、はい。さあ馬まだいる。ローマン、まあどっちが安、どっちが安全かって感じですかね。考えてるのはこれどっち切ります。スーマンローマンだったら、いやあんま手出ししたくないからローマンっていう選択もありますけど、スーマンにしました。さあスーマン、はい。さあもしもローマンであればおそらくね、この久渡がチーしていたでしょう。チーしてました、ね、はい、はい、さあ馬が減りました。残り1枚と、もう切る方がもなくなってそうですね。なんか、はい、スーマンが通ってるのか、うんうんうん。さあこれはスーマンを選択と。さあこれ初ももう出なさそうですよね。あ、キュアンキュアンできました。これでチーできまして、さあ2人転売、初とウーマン。ただウーマン残り、ウーマン、ウーマン、あ、ウーマンもうね失礼しました。今ローマンに変わったんですよね。はい、抱えてるんですよね、はい、ローマンローピンに変わっております。猿川折りはないでしょうね。はい、猿川さんも久渡さんもあの初ないんで、うん、だローマンローピンがどうか。ローマンがないのかですね。ローピンが、ローピンが今日2枚ありますよ。これ久渡は何の手なんだろうと。あ、ローピン積もった。あ、ローピン積もりましたか。はい、さあこれでローピン積もがりしました。何の手なんだろうって。まあまあ、はい、役割の後付けでしょうね。はい、こちらは歩が上がりまして700オールとなりましたね。なん、まあ痛いのは宮内さんですね。はい、はい、そうですね。あれね、いいピン残してればというね、未来がスッチそうなってた未来があったかもしれません。さあ、まあ、そしてね、まあ、まあまあまあですか。ラン3曲1本はドラがチーマン。うーん、さあここドラのメンツがある。お、ドラ引いてきた。ドラ引いてきていいですね。ここはドラ引いてきて、はい、ドラがもう残り1枚、ドラが4枚あったんだ。あ、違う、ドラが、あ、ドラがあと1枚、はい、あと1枚残っている。うん、宮内早そうではあります。早そうですね。はい、さあ久渡チーワンまだ1枚残っている。さあ一歩前進だ。おさむら、おさむさんここで漫画とか積もる全然ね。ですよ ね、 すね、はい。さあ残すところはあと2曲と。あら、あー、チーワン入ってきましたよ。うん、けど赤が今回全部残ってます。そうだ、誰も持ってないですね。でドラが7枚あったんですね。ドラが7枚、はい、で1巡目で3枚引かれるというね。そうそうそう、はい、あ、赤1個来ましたよ。さあどうするか。これは急速切りか、はい、半夜をと薬杯で、あ、役をつけたいって感じですかね、猿川さんは、はい。あー、赤ここにも来た。言ったら来る。いい、そうですね。先ほどから3品ですって。ほう、まあ、3品って来て、あとはトントンっていく感じなんですかね。ですか、はい。まあ、2品で、まあ、6ブロックにしても良さそうでしたけどね、はい。さあこれも選択どうするか。これは換算像の方を嫌っていく。さあ、あ、頭ができた、はい、これは嬉しい。さあとでもなんだかんだで超大物手になりそうですか。ゴロチ、はい、ゴロチとドラドラと。ああ、いい3点だ。うん、これでも十分十分十分、はい。テンパってリーチするかどうか。そうですね、まあリーチするか、しますね。しますか。うん、あのウーマンが入れば闇手にするかもしれないですけど、はい、タンヤオピフイーペコドラドラと。ウーマンが、ちょっとウーマンから入ったとこ見たいですね。いや、ウーマン入って闇手んじゃないかな、さすがに。って言って久渡さんがリーチって言ってるのは何回も見てるんで、はい、確かにそうですね。これはね、リャンウーマンが2枚切れ、リャンウーマン2枚切れなんで、はい、はい、枚数でリャンウーマン払いましたね。ウッパーソーはあとね、パーソーがよく見えるんですよね。あれ各社ほとんど
おお、あれ猿川さんなんか急に行きました、ね、そうなんですよ、いいとこ引いてきて菅さんを猿川引いて、宮さんもいいシャンテン、宮さんもいいシャンテン、うん、お侍もこれいいシャンテンですからね、うんうんうん、あれ猿川さん1位、サブローワン1位、さあこれで天杯ですね、一番乗りは猿川官老荘となりますね、1枚目のサブローワンから1位しましたね、はい、ほう官老荘、官老荘あれ、そうそう危ないじゃないですか、ですそうなんです、ただまだそっかそっか、おさむさん、スーワンさんは両面払ってきて、これもう時間がないぞと、うーん、あーこの老荘当たりとなりました、これゴロチ感ですね、ゴロチの方ではなかったですが、これ老荘当たりとなりまして、単位山か2900は3200、そうですね、スーピン入ってゴロチもなくなってしまったが、最後運送で転廃で老荘が出てしまった、さあサルカの親番は続行、鋭い仕掛けでした、ね、ですね、泣かないとは泣けない、ね、泣かないで、はい、泣けない、うん、老荘であればチーする可能性がありますよね、老荘、まあ、老荘からなら、あ、来た来た、さあご褒美タイム、ご褒美タイムですか、あ、ここも来た、うん、ピンズが多い、ここはちょっとまだ、うん、ここペーチャーでペーが統一、やっぱり一倍のここですか、うわー超ご褒美タイムですか、さあリアンシャ、あ、ポンだ、うん、ここライバルがいるぞ、本質か本質か、はい、さあこれは本一一直線ですか、はい、あーいいとこ入った、さあ宮内もいいとこ入ったが、久さんが泣きたいのがね、はい、いろいろと久保さんは全部来た、あ、スーワンがほらポンじゃないですか、これも久保さんが浮いてるスーワン、うん、できますか、さあこのスーワンなんか引いてくれば、あ、来た、これポンだ、これポンで、さあ打点十分、さあチンピン切っていいシャンテン、チンピンは泣けるのか、泣けるか、泣けますね、泣いていいシャンテン、はい、イーシャンテン2人、イーシャンテン2人です、これ三蔵ウーソーがいるな、ウーソーは1枚だけしか持たれてない、うん、何持ってくる、ローワンは1枚、はい、で T1 が3枚、いやこれ T1 が2枚か、これ猿川上がりたいな、これこれ上がりたいでしょねえ、これどうですか、これ何を持ってくる、なんだ、ローワンがなくなった、ただ久里にウーソー来てもね、久里は切りますよね、今の現状であればね、あれ、あ、さ、あれ宮さんテンパイじゃないですか、なんか6チッパでテンパイ、6チッパでテンパイ、3ピンとウーマンのシャンポン待ち、3ピンとウーマンは2枚、あ、これリーチですか、さあイースーピン、なんとなんと宮内が1番の、しかも打点もある、打点もある、打点もある、あるある、今の現状リーチ単野、単野つくかどうか、リーチピンフ3色は確定、 E スーピンめちゃめちゃいましたこれ、あ、ピン4枚、 E ピン4枚、はい、 E ピン4枚、はい、スーピンが1枚、あー違った、あーびっくりした、サロピン、これさすがに いやでもサルカーも上がりたい、これはあ、リャンビンいった、じゃあスーピン危ない、うん、テンパイせず、さあ久里とサルカーまだ、いやもちろん強すぎる、これは裏どうだ、あ乗らない、リーチピンフツも3色、2400は2200、4100の上がりとなり、あ、4200の上がりとなりました、うん、さあ宮内がまたトップ目で、ね、またトップ目で136回戦オーラスとなります、すごい手の伸び方しましたね、ですよね、全然見てなかったですよねえ、サルカー vs 久里の戦いをね、いやいや注目していたら、さあそしてですよ、オーラスとなりますドラがリャンワン、うん、親は久里、うん、いやいい、いい、簡単に終わらせそうなね、いいんですが、サルカーさんは羽根満積もっても100点変わらずか、はい、さあこれで先ほどパーソー引いて今度はウーピン引き、あーいい、うん、いいシャンテンだ、さんまさんちょっと打点が欲しいです、漫画ですね、ただ宮内がもういいシャンテン、いや全然宮内、あ、違う、おさむらさんですね、失礼しました、おさむらがいいシャンテン、うん、これは伸ばしてきた、これはまあいいね、はい、して、単野押すね宮内さんですかね、これランプとかポンするかもしれない、しなかったか、はい、これは泣かず、あ、いやしてましたね、はい、しました、これ単野方面に寄せていったのは宮内、チーピン、さあまだかかりそうだ、
ヤンゾーがポンされてるんで三蔵切りと。はい。うんうんうん。さあ、おさむら2004戦のツモの上がりならば2着までと。そうですね。はい。ただこれリーチ単野を一発ツモ赤浦さん、ツモ赤浦さんとかそういうのもこのルールはありますもんね。倍満ですか。倍満ですね。倍満までいけば。倍満までね。はい。でもちょっと足りないか。足りるか。はい、足りますね。倍満であれば一着。佐藤さんがまだ来るし。はい。宮司さん、まあ。うん、おさむさんが上がってもいいですからね、宮下さん。ですね。さあ、おさむらがいいシャンテン。うん、進まない。さあ、宮内も進まない。さあ、おさむらもテンパイせず。うん。さあ、おさむらちょっとテンパイが、ああ、これでまあいいか。これでちょっとね、はい、これでいいシャンテン。スッチーピンがチーなんですよね。はい。いや、うちもいい、なんだ？アドランリャンワン。リャンワン。サルカーがちょっとね、一番。さあ、ここでイーワンを話しました。うん。さあ、宮城まだテンパイせずだ。何持ってきた？リャンワン！3万ですか。これでも、ただ夢の4戦8戦が少し見えてきましたか？千八千見えてきました。リーチ単野をつも赤ドラドラ。頑張ったけど、あ、いいワンにした。裏裏が乗れば、まあそんな。設楽さん、テンパイ取らず。さあ、取らずでしたか。うん、はい。スチーピにくっつけてって感じですね。そうか、いいワンがないのか。もう、さすがにそっか。さあ、リャンワン、ここに来た。はい。これは、カンリャンワン。カンリャンワン行きますか。ただ、リャンワンがね。さあ、リーチ行きました、親の久と。リャンワンがない。あ、1枚か。1枚ありますが、ここに2枚。そして宮内が泣いていきました。さあ、宮内もテンパイスーチーソー、リャンワン対スーチーソー、チーソーがここに3枚と。リャンワンちょっと危ないか。おさまさん、どうだ。うん、横だ。そう、もう行ってますね、これ。はい、行ってますね、はい。さあ、チーソーが1枚残っていて、スーソーは久渡が1枚切っている。そして残りは3枚残っているので、全部で4枚で4対 1。強いっすね。ですね。ただ麻雀1枚あればいいというね、話を今日ずっとしてましたから。だけど、どう今回は宮さん強いが。うわー、うまっ。うわ、切った。行ってます、これも。これもいきます、これも。ドランリャンワンでもイースーマン入ったら、おさまさんちょっと危ない。危ないですよね。イースーマン、スーマンまだ残ってますか。どうでしょうか。スーマンが現状まだ残っている。残っているな。うん、残っている。チーソー止まんないですよ。失礼しました。数万はありません。1枚川に切れている。さあ、何を持ってきた。3ピン。3ピンやめました。うん、やめましたか。さあ、ただリャンワン、めちゃめちゃ強いですけどね。上がり、はい、リャンワン1枚、数ソー3枚、チーソー1枚。さすがに、うん、まだいた。いない、いない。さあ、残り1巡だ。いや、相当濃度濃いっすよ。嘘。嘘、まだいる。さすがに。ただ、リャンは1枚まだいるんですよね。1枚いますけど。うん。あ、猿川さん、切る。いや、切るものは、いいピンとかか。さあ、1枚残っていれば十分だ。どうだ。うわ、マンズだ。うわ、違う。さすがに、さあ、スチーソー。いや、いない。スチーソーはワンパイか。さあ、ヒサとテンポ。そして宮内も天敗、2人天敗でオーラスが続行しますね。この山の5枚いるってことですか、うん、ですよ、うん、5枚封印されている。ワンパイ4枚きついな。ですね。さあ、そして南四局ドラ3ピンの一本場となります。京卓には1000点は。手はどうですか。ないっすよ。2面図1ジャンと。ドラ内3ピン。はい、3ピン引いたら強いな、これ。ですね。今パースを引いてジャントも他にできる形となった、うん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 。さあ、おさむらシャーチャーシャーが問いつつ、ただ打点が欲しい。ほう、うん、サルカーもこちらなんて。ああ、もう1回いいピン。いいピンか。はい、久田さん、これ圧倒できるじゃないですか。ですね。今のところ今日わかんない、マージャンツモだから。
まあじゃあ確かに相撲ね関係ありますから大いに。まあまあいい。あいいとここも猿川いいとこ引いてきた。あ最高だ。これは何でも OK、 さドラでも OK だもん。これさすがに？これさすがにじゃないですか。枚数がロー層パー層キュー層そしてピンズなら大いにほとんど OK。347。6球層がねない。ちょっと薄くなってきたね、久保さん。はい。ロー層がない。ただパー層直引きも？直引きは嬉しいね。はい。チーピン三ピン。あこれは6球層だ ね、 ですね。はい。球層が2、球層が3枚。はい。はい。さあ球層1枚切れてると。ただロー層がないと。ない。はい。これはね行きづらいですね。とりあえず。さあ親からのリーチが入ってきました。猿川さん行くかもしれないな。さあ球層3枚。うん、一発はなし。一発。ああそう、うん、うわドラドラであるが行きづらいか。いやまあおさるまさんはギリギリ前踏み込みそうですけど。はい。あこれ来た来た来た来ましたね。なんかバイマンみたいな感じで見えますけど。はい。これ宮根さんに安牌ないんだよね。三蔵が通って老僧っていうのはあるのかな。まあどうでしょうか。パーソーが2枚見えている。リアンゾーがリアンゾーにした、ね、はい。ちょっと危なかったですよ。ですよね、はい、だから全然。さあ何持ってくる。まだテンパイ。いやーそっかピンズの方にどうくっつくか。次まだちょっと危ないですよ。ファーストはもう一枚とか見えたりしたらちょっと危なくなってくるかもしれない。どうだ急走。ああいたもうこれはつも。さあリーチつも裏はなしだ。さあリーチつも1000は1100オール。ちょっと不満っすね。ちょっと不満ですか。あのハイパイからこれは不満ですか。なんか面談ね。ね、すごい中に寄っているような感じではありましたが。さあ赤ウワン1枚。ドラドラ、はい、ダブドラの。さあ親番続行となります。南四局日本馬、はい、ドラがウーマン赤ドラ。あいい。あいいやうちとってもいい。高い高いですね、うん、綺麗あの豪華豪華ですね。豪華豪華。さあ猿川初が統一。わあいいとこ引いた。うんいいとこ引きましたよここね。あ、まあまあまあ、まあ、これで五統一いいシャンテンですね。じゃ泣けないっすね。はい多分。さあ五統一のもうチート一のいいシャンテンは宮内、うん、そんなにテンパって。あこれでまあ泣くは全然ありますね。はいポーンか、はいポンした。こっちがポンした。さあ猿川泣いていきました。これいいシャンテン、ね、はい。ただ宮内ももういいシャンテンではありますね。そうですね。赤嘘切った。切りました。赤嘘ポンだ。これが泣けて猿川がテンパイカンウピン。カンウピン2枚。はい2枚。さあウーピンここにありますね。うんうん。これ宮内、うん、まさかまさかウーピンをまず持ってきて。そんな、はい、チーピンまだパーピン1枚ずつある。あるあただこっちになったか。これね、スーピン入れば宮内さんトップで終わるんですけどね。うんそうですね。ウーピン手から出ていく。ウーピンね出る人いないんですよね現状。現状ね。あこれ良くなったな。さあ久保もウーピンが欲しい。あこれはちょっと切りづらいな。さすがにどうする。ドラだ。ドラ。あこれチートで決めた。はい。さあこれでもうウーピンは出ない。逆にまあ出るかもしれないですけどね。逆にはい、はい、久保さんがねこれいい形になった。あー来た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 。どうする。何切る何切る。いやいい数ワンが通ってんのか。数ワンにした。おこれ何の泣きはどうですか。ありますか。あるでしょう。はい泣きでしょうね。泣きでしょうか。さあ何赤ドラでも十分 5%おっぱ。なんだ持ってくる。うんまだだ。6球層めちゃめちゃいいな。ウッパーピンもまだウーピン2枚しました。パーピンも2枚かですね。ウーピンなんか入れられた時にはサルカ結構痛いですね。いや結構結構ピンチよ。さあ変われる。変わる。あ変わった変わった。 これダメだ。ないこの3ピンない。いやけど宮内さんが打ってくれるかもしれない。確かに。あ打った打った打った。さあこの3ピン出たぞ。まあ宮内テンパイでしたからね、うん、さあ3ピンが出ましてこれがサルカの上がりとなります。初赤初赤となります。まあ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 、うん、2000は2600点の上がりとなりまして136回戦終了となりました。1着から宮内、2着久保。
3着猿川、4着長村の順番となりました。さあこれで136回戦が全部やって終了となりました。さあどうでしたかこの、ね、135、136回戦、宮内さんが2連勝、うん、ですし時間が相当早かったですよ今回のね、はい、さあ宮内2連勝となったということで、最後のねあれ3ピン打ちましたが、うんうん、あれチートイツドラドラ赤のテンパイですからね。確かに、はい、そうでしたね。さあ皆さん水を飲んでらっしゃいますね。さあではね、このね136回戦までの集計表が出るのでしばらくお待ちください。みんな喉渇いてますね、みんな飲んでる、はい、いやーでも宮内ね、うん、宮内がやっぱ一番大きな手はやっぱ上がってましたからね、はい、あまあまあ確かに、うん、今回2戦4戦のつもりで宮内、ね、うん、2回ありました。うん、さあ現状ね、136回戦まで終了ということなんですが、うんうん、岡崎プロも現状4着につけている状態、うん、ですね、うんうん、まだまだこれね1着まで可能性はありますか。あります、ね、ありますか。さあ集計表が出ました。ありますね、分かる、はい、2連勝ぐらいしないとダメですね。さあそして宮内今回2連勝となりまして、あ岡崎プロの下につけてきましたね。229.8 ポイントプラスで現在、5着につけてきたと。さあそして猿川が、うん、ちょっと下がりまして18、そして久里が、現状22、そして長村ですね、長村が42という順番となりました。さあ、以上135回戦、136回戦終了となりましたが、次回はですね、少し空きまして12月11日月曜日と、はい、メンバーが本田、伊達、古橋、白金、そして解説が長村、実況が大和プロということとなりますので、そちらもね、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、それでは今回フォーカス M シーズン9 135、136回戦でした。以上ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。